3トライアルズオブマナ。騎士が言ってたように、私たちは動かなくても、彼らが聖域の扉を開けてくれれば、あとは彼らを出し抜いてマナの剣を奪えませんか？ダメよ。この調子で次々とマナのエネルギーが放出されてしまったら、たとえ聖域の扉が開いてもマナの木が枯れてしまって二度と取り返しがつかなくなるよ。エネルギーが放出されたことによって、この場所のマナの力がどんどん弱まっている。このままではマナストーンの封印が解けて神獣が復活してしまうかも。彼らが悪しき心でマナストーンのエネルギーを全て放出してしまう前に、精霊たちを見つけて聖域の扉を開き、マナのそうですね、ごめんなさい。ううん、分かってくれればいいの。オンディーネ、どうしたの？具合が悪いの？ちゃうねん、ええ話やわ。アンさんたちの話にめっちゃ感動しとったんよ。マナが少なくなったせいか、最近どうも涙もろうて。よっしゃ、うちも女や、任しとき。アンさんたちに力貸さしてもらいましょう。火と水の精霊を仲間にしました。次はどこへ行きましょうか？フォルセナの南東にある月夜の森を目指そう。獣人が住んでいるらしいから、油断は禁物だがな。Thank you.
敵だぜ。敵が道を塞いだ。すぐに倒して先に進むぞ。逃がしはしない。皆さんと一緒だと負ける気がしません。なんだ、もう終わりか。表示抜けだな。私が倒せ。皆さんは休んでいていいですよ。ハトン。そこです。そこ当たって。皆さんと一緒だと負ける気がしません。勝利。次の目的地に急ごう。後悔しろ。俺たちと出会ったこと。そして今の敵で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。すぐに倒して先に進むぞ。驚くほど手応えがなかったな。
たブーさん、次は月夜の森までお願いします。獣人はかなり強いって言われたでち。怖いでち。シャルロットは食べても追いつくないでちよ。警戒してたけど、敵意は感じられないわね。少なくともここにいる獣人は安…商品揃えてるよ。使わせてもらう。お目が高い。これ欲しかったんです。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。使わせてもらいます。またのお越しを。またのお越しを。どこかに月のマナストーンがあるんですよね。この森の獣人は人間を襲うはずだ。注意して進もう。
注意しろ。一瞬だ。問題なく勝てたな。この調子で行こう。カメ、この俺様にかなうはずがあるまい。さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の同志様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。我が主仮面の同志様は
聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、もしもし。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命に戻る。嘘ついた。へっへー、バーカー。そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。私の腹の中にね。待ちなさい。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。ですか、このガキは。はっはー、ウェンデルの新刊と一緒に行ったガキンチョか、思い出しましたよ。やつなら無事だよ。え、じゃあ、おほほほほ、それどころか今や強大な暗黒の力を身につけ、闇の新刊落ちた聖者として我が主仮面の同士様に私と共にお仕えする身。さすが私が見込んだだけの実力の持ち主。ミラージュパレスではナンバー2の実力者、もちろんナンバー1はこの私ですがね。お前もケビンと一緒に片付けてやら。待て、俺がやってやる。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。その前にお前らから相手してやろう。ウォーミングアップにちょうどいい。どうぞ。あなたとは争う理由がありません。でも私たちの前に立ちはだかるなら全力でお相手いたします。力を封じましょう。そこだ。まずいな、こりゃ。なんだと。はい、助かったぜ。
皆さん、相手の動きに注意してください。これで引き出せる。これで、これも、もう一度だ。そこを動くな。油断したか。生まれながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前がルカ、俺は獣人王様から格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった。だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ。しかし俺は一回の獣人兵、それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。十分強い獣人王の後継者、お前にこそふさわしい。ケビン、ありがとうよ。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までにできるだけ強くなっておけよ。ルナ、
のを待っていました。もちろん力をお貸しします。ルナ、お願い、ルガーを助けて。彼の望みを叶えてあげることだけならなんとか。彼の消えかかる命を救うには彼の言葉通りもう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。この赤ん坊、ルガーか？そうよ。きっといつかこの子は大きくなりあなたと戦うためにやってくるはず。そうか、ルガー坊や、おいら待ってる。いつまでも。ねえねえ、大丈夫なの？あんな赤ちゃんが森の中に入っていって。獣人、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。全然心配いらない。これ獣人の常識。ルナ、マナストーンは？この上のつくよみの塔の1階にマナストーンはあります。アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。じゃあまだ無事だったのね。でも今死を喰らう男が塔の中に入っていったよ。大丈夫かな？後を追って入ってみようよ。じゃあオイラ、その間他の獣人たちが来ないよう森の方で見張ってるよ。気をつけて。マナストーンが塔の中に封印されているために塔を中心にこの森全体がいつも夜になってしまっているんだわ。マナストーンにはそんな力があるの？あ、ところで先ほどの死を喰らう男はどこに消えたんでしょうか？確かに塔の中に入っていったのに。あの男、すごく邪悪な気配がしたよ。でも今はもうそれも感じられない。もうこの辺りにはいないんじゃない？
じゃないかしら。そう、あの人もマナの剣を狙っていたわね。ローラントに攻めてきたナバールも、魔法王国アルテナも、みんなが争って聖域への扉を開こうとしている。フェアリーさんが言ってたように、このままではますます世界からマナが少なくなっていってしまいます。私たちも急ぎましょう。残された精霊さんはあと一つね。そうね、残っているのは火の精霊のドリアードだけよ。英雄王様がおっしゃっていたランプバナの森のどこかにいるというリオール村の妖精王様を探しに行きましょう。俺たちと出会ったことは。
すのはワンダーの樹海の木のマナストーンですね。まずはランプバナの森にあるエルフの国リオールを探しましょう。八精霊が揃ってマナの剣が手に入ればジェシカを救える。さあ最後の精霊を迎えに行くぞ。私の力で何とかできそうですよ。こんなところかな。私が飛んであげます。皆さんは破っていてもいいですよ。どうだ。そこです。どどけ。今の敵で最後のようだが警戒を怠らずに進もう。ランプバナの森、シャルロットはこの森で生まれたんでち。この森の花は夜になると赤く光るんでち。赤い花をたどればディオールにたどり着くんでち。大事。逃がしはしない。逃がしはしない。カルロットの活躍見てたでちか。
出会ったぞ。これでセッキュで最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。私たち邪魔をしないで、巨大の仕込みの技です。休んでいきませんか。俺が参りです。背中は任せだぞ。まずいな、これ油断したか。
シャルロット、シャルロットではないか。あんた誰？そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。あんたさんが妖精王でちか。しかしなぜシャルロットがこんなところに。光の司祭殿の身に何かが起こったのか。あの司祭殿がシャルロットがこんなところまで来るのを許すとは思えないが。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。なんと、お前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒れられたそうです。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシェーラがあの世で導いているのかもしれん。パパとママが？そうだよ、シャルロット。リロイとシェーラはずっとそのことで悲しんでいた。エルフと人間の恋は禁断の恋。互いに命を縮めるためわしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが、リロイとシェーラは命よりも大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見てわしは説得を諦めたのじゃ。それからしばらくしてリロイもシェーラもシャルロットが生まれるとすぐに他界した。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった。自分を責め、償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないようこのディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。しばらくそっとしておいてやろう。司祭殿の不治の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。やはりマナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。妖精王様、フェアリーさんと私たちは聖域への扉を開くため各地の精霊たちを探しています。火のマナストーンの近くへはどう行けばいいでしょう。ランプバナの森の北西にマナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。シャルロット。シャルロットかっちょ悪いでっち。おじいちゃんやヒースに笑われちゃいまっち。マナの剣早く見つけてヒースやおじいちゃんを助けなきゃいけないんだよね。シャルロット、それまでもう泣かないよ。さあ早く精霊を見つけに行こう。シャルロットはもう平気だよ。妖精王のおじいちゃんもいろいろありがとう。シャルロット、大きくなったな。頑張るんだよ。
いらっしゃいませ。また来てください。